皆さんこんにちは、メガネ先生です。今日はレッスン35の N4 レベルの言葉を勉強しましょう。こちらの動画の再生リストで N4 の勉強ができます。ぜひチェックしてみてください。皆さん今日も一緒に勉強を頑張りましょう。私の後に言ってください。動詞1グループ、咲きます、咲きます、花が咲きます、花が咲きます、変わります、変わります、色が変わります、色が変わります、困ります、困ります、治ります、治ります、病気が治ります、病気が治ります、故障が治ります。2つ治りますがあります。こちらは病気、体のことです。こちらは機械、マシンやそれ以外のことに使います。例えば風邪が治ります、怪我が治りますです。こちらはスマホが治ります。次2グループ、つけます、つけます、丸をつけます、丸をつけます。3グループ、クリックします、クリックします、マウスをクリックします、マウスをクリックします、入力します、入力します、キーボードで入力します、キーボードで入力します。次、一形容詞、正しい、正しい、正しい答えを教えます、正しい答えを教えます。名詞、向こう、向こうの席、向こうの席、島、島、港、港、有名な港、有名な港、近所、近所、屋上、屋上、海外、海外、海外旅行、海外旅行。皆さん海外旅行に行きたいですか？私は海外旅行に行きたいです。例えば韓国やベトナムへ行きたいです。山登り、山登り、山を登りますと同じですね。歴史、歴史、日本の歴史、日本の歴史。機械、機械、機械があります、機械があります。機械はこの機械2つあります。
今日の機会はチャンスと同じような意味です。機会、チャンス、同じです。皆さん、もし機会があったら一緒にご飯を食べましょう。許可、許可、許可をもらいます。許可をもらいます。丸、丸。振り仮名、振り仮名。設備、設備。この部屋は設備がいいです。この部屋は設備がいいです。紐、紐。靴紐、靴紐。炊飯器、炊飯器。炊飯器でご飯を炊きます。炊飯器でご飯を炊きます。歯、歯。歯が落ちます。歯が落ちます。昔、昔。もっと、もっと。もっと食べたいです。もっと食べたいです。カタカナ、レバー、レバー。レバーを引きます。レバーを引きます。キー、キー。鍵ですね。カーテン、カーテン。カーテンを閉めます。カーテンを開けます。これで終わりましょう。今日の勉強はこれで終わりましょう。はい、今日はレッスン35の N4 レベルの言葉を勉強しました。もしよかったらいいね、コメント、チャンネル登録をお願いします。もっと漢字を勉強したい人がいたらメンバーの登録もお願いします。それではまた次のレッスンでお会いしましょう。メガネ先生でした。皆さんありがとうございました。